日本の男性キックボクサー、YouTuber ーー、大阪府池田市出身、チームワン所属、エスカ K1 ルール世界ライト級王者、モトヒートライト級王者、4歳から空手と父親の影響で日本憲法を中学時までやっていた。空手では、魚本流の大会で全国1位、日本憲法では全国2位になったことがある。サッカーもやっており、 セレッソ、大阪ジュニアチームに所属していた。2013年1月26日、クラッシュ26のクラッシュマイナス58キログラム級、初代王座決定トーナメント1回戦で、神戸翔太と対戦し、0から2の判定負け。2016年2月5日、クラッシュ63で、検討し、春と対戦し、左ハイキックで小勝ち。 2016年4月24日、K1 ワールド GP2016 から6グラム日本、代表決定トーナメントの1回戦で、浦部伊佐なりと対戦し、判定負け。2016年9月19日、K1 ワールド GP2016 インジャパン、スーパーフェザー級世界最強決定トーナメントにて、投手と対戦し、判定勝ち。2017年2月19日、 ヒート39の S か K1 ルール世界ライト級王座決定戦でモハメドブールと対戦し判定勝ちで王座の獲得に成功した2017年6月18日 K1 ワールド GP2017 ジャパン第2代スーパーウェルター級王座決定トーナメントにてタイガと対戦し判定負け2017年9月18日 K-1 ワールド GP2017 ジャパン、初代ウェルター級王座決定トーナメントにて、島野幸太郎と対戦し、判定勝ち。2018年3月21日、K、K-1 ワールド GP2018 ジャパン K フェスタ1にて、K、K-1 ワールド GP 第4代スーパーフェザー級王座、決定トーナメントに出場。1回戦で、浦部博司傘に判定勝利するが、準決勝で、 小宮山康介に判定負けを喫した。2018年9月24日、K1 ワールド GP2018 ジャパン、初代クルーザー級王座決定トーナメントにて、スタウロス・エグザコスティリスと対戦し、延長戦の末、判定勝利を収めた。入場曲の冒頭には、18日に41歳で、救世していた山本キットのリフミへの追悼の意を込め、I b ビ l i e v e を使用。 試合後には、以前から挑発を繰り返していた穂高との対戦をアピールした。2018年12月8日、K1 ワールド GP2018 ジャパン、K1 ライト級世界最強決定トーナメントのメインイベントにおいて、K1 ワールド GP、スーパーフェザー級王者、穂高に挑戦し、1R と 3R に一度ずつダウンを起死し判定、3から0で敗れた。 二千十九年四月、監督として参加した格闘代理戦争シーズン四において五月十八日に行われた準決勝で穂高率いるチームに惜敗。試合後にリングに入ろうとしたコーチを制止した穂高に向かってお前らは確かに強かった。でも俺の選手任したから今年中にお前に挑戦するから覚悟せえと発言してマイクを投げつけ激怒した穂高と 乱闘騒ぎに発展した。このため K1 運営は5月21日に両者の謝罪記者会見を設け、コーチは自分のしたことは、穂高かくんにはもちろん、ファンの皆さんや頑張ってくれた選手たちを裏切るようなことをしてしまったと思ってます。申し訳ありませんと陳謝した。2019年4月、格闘技用品、トレーニングフィットネス用品、スポーツアパレルをメインに製造。 販売する大阪発のスポーツブランドボディメーカーのメインキャラクターに就任。カタログやウェブサイトにてモデルを務め、同年より放映するテレビ CM にも出演2019年11月24日、K1 ワールド GP2019 ジャパン横は祭りで川原聖也と対戦し、小勝結果的にこの試合が K1 最後の試合となった。 2020年7月18日、李人の記者会見に出席し、理人参戦を発表。理人参戦に際して、K1 とは3年の専属契約を結んでいたが、1年、残っていた契約を破棄するために、都内で、家が買えるくらいの違約金を払い離脱したとした。また、K、K1 離脱に伴い練習拠点のシルバーウルフからも離れた。2020年9月27日、 リジン初参戦となったリジン24でナスカワ天心と対戦し判定負けを喫した。2020年12月31日リジン26で小ミタカとスタンディングバウド特別ルールで対戦し0から2の判定負けを喫した。2021年6月27日リジン29のボディメイカープレゼンツリジンキックアンナイトトーナメントに 出場し、一回戦で、梅野源氏と対戦するも 1R43 秒バッティングにより、ノーコンテストとなる。梅野の負傷により、決勝に出場し、白鳥大使と対戦するも、1R2 段を奪われ、0から3の判定負けを喫した。試合後は、引退を示唆した。ありがとうございます。